はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー、続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、まあまあ、ちょっと第二人格と打ち解けっていうか、まあ少しね、会話にも慣れてきて、まあそして、まあ殺人事件のね、捜査を始めたてみたいなところだね。ただちょっと、このマフィアのローリーと、たまたまね、ちょっとやっぱ監視されてるというか、監視兼同行してる警察官、と、今ちょっと揉めちゃって、まあいろいろあったわ。全部語ったらめっちゃ長くなっちゃうから、まあ前回見てくれればわかるわ。最高。理由を説明してもらえないか。君がそこまで言うんだ。何か事情があるんだろ。僕の母が死んだ理由、あ、話したことはあったかな？そこに触れるんですか、ついに。いや、どういった事情だったんだい？言うんですか、沢さん。警察も聞いとけよ。強盗殺人に巻き込まれたんだ。うん。僕が目を離した隙に、浮浪者に襲われて、犯人は捕まったけど、母は帰らぬ人になった。死んだ人は何をしたって帰ってこない。当たり前だけど、思い知らされたんだ。これいいよな。死んだ人は何をしたって帰ってこないって深いよ。いや、本当に深いよ。マジで。誰だって、いつだって事件に巻き込まれる可能性がある。そうだよな。怖いよもな。ちろん、この事件を解決したところで、うん。別の誰かが似たようなことをするってのも分かってる。まあまあ、完全でなくなんないよ。お金に困ったり、ただ、サイコパスな奴らもいるかもしんないから、なくなることはないよね、多分。こういう事件は。だからって、うん。見て見ぬふりをするなんてできない。なるほど。僕はあの時とは違う。言ってやれ。無力じゃない。無力じゃない。僕は誰かを助けるために探偵になったんだ。誰かを助けるために探偵になるってもなかなかだけどね。まあ、この当時の探偵がどれぐらい儲かんのか知んないけど、今の時代ちょっと難しいとこあるよな。多分全然儲かんないと思うもん。君の言いたいことは分かった。だがダメだ。調査の依頼は取り下げる。別に、でもどうなの？依頼なしなくてやっちゃダメなの？個人的に。ダメなんかな？さすがに。分かった。うん。だったら僕一人でも調査を続けるまあよ。まあそうなるよな。話を最後まで聞きたまえ。君には別の仕事を依頼したいんだ。え？連続強盗殺なん人す事件か？の犯人を捕まえてほしい。なんすか先輩。え、どういうこと？調査の依頼を引き下げて捕まえるの依頼を出したの？はあ？はあ？君は何だって請け負うんだろう。ちょっ今度は完全に僕個人としての依頼と。ちょっだ。こと。んな危険な街ではおちおち出歩いていられおない。い、どんだけ有能なの、ローリーさん。サプライズもできんのかよ。おしゃれすぎんだろう。おしゃれすぎる。警察がいるからこそこういう依頼に変えたっておしゃれすぎんだろう。ぶっちゃけ。こんな危険な街はおちおち出歩いていられないって警察がいるから言ってんじゃないの、そういうこと。おしゃれすぎんよ、お前。頭の回転早すぎるわ。あなた本気ですか？うん。危険極まりない行為です。看過できません。まあ、捕まえるってなったらな。これはあくまで僕とアーサーの仕事の依頼だ。君の許可も必要ない。そうシャーロッだ。ト刑事、言ってやれ。人と人との契約にケチをつけるのかな？そうですよ。おかしな話ですよ。あなたは関係ないんだから。ケチをつけるわけでは。ですが、刑事事件は警察が対応すべきであると、そう言っているのです。だったらね、アーサーが見つける前にお前らが捕まえればいいじゃんって話ですけどね。シャーロットさん。まあそう返すのかな。アーサーがね、別に捕まえるまでに捕まえればいいんだから。叫んでも無駄だよ。これ以上彼に動かれたくないのなら、何度も言うが、そうっすよ。早急に犯人を逮捕することだね。そうなるよ。だって別に警察が早く捕まえてしまえば別にこいつらのね、危ない依頼はなくなるわけだから。そういうことですええ、よ。あなたに言われるまでもありません。それ知ってんなら言うなや。それ知ってんならわざわざ噛みつくなや。おい。我々警察が先に捕まえますけどね。ぐらい言ってやれよ。そんな一回噛みついて、ええ、あなたに言われるまでもありません。バカじゃん。無能じゃん、こいつ絶対。結構。では、お手並み拝見といこうか。それからアーサー、聞き込みをするのはいいが、もう少し状況を考えてくれ。まあ、それは僕もうすうす気づいてました。この邪魔な警察官がいるせいで。これは依頼主からの指示だ。それ以外であれば、可能な限り君の調査に協力しよありがとうございます。う。ローリー、ありがとう。その依頼、受けるよ。絶対に連続殺人犯を捕まえてみせる。捕まえてやるよ、俺ふが。ふん。
度たっぷりお返しをしてもらうよ。どういうこと？お金払えよ。だけど、うん、無理はするな。うん、危ないことも極力避けてくれ。まあまあまあ、強盗殺人事件なんでね、人を殺すもんだからね、相手は。ローリーは話を切り上げると、黒服を連れてアーサーたちの前から立ち去っていった。さて、やるぞ。まあ警察官いるからどうなるか分かんないけど。気合を入れ直したアーサーは改めて事件の調査に乗り出すのであった。まあ、意気込んだだけでうまくいくなら誰も苦労はしないわな。まあそうっすよね。結局のところこの日は思った以上の成果は上がらなかった。分かってるさ。もともと探偵の仕事なんてうまくいくことの方が稀なんだから。まあそうだよな、探偵だって何もない状態から始めるわけだからね。警察官はある程度データ持ってるけどさ、探偵は何もない状態、あ、持ってんのかな、どうなんだろう。そうかい、うん、勢いだけの若造じゃないみたいで感心だ、うん、この調子で聞き込みを続けていけよ、うん、現場百遍ってのはバカにできないぜ。お前、警官みたいなことを言うな。まさか？うん、いいじゃねえか、細かいことは気にすんな、まさかお前警察官なのか、ワンちゃん。まあどうせジャック・ザ・リッパーだけどな。まあこの心臓がジャック・ザ・リッパーのものだとすればね。アーサー、うん、少しいいでしょうか。なんつか、アーサーが聞く目を行う間、黙って後ろからついてきていたシャーロットがここに来て口を開いた。ああ、なんでしょうか、シャーロット刑事。なんつか、質問があります。なんつか、強盗殺人で親御さんを亡くされたという話についてです。その話はできません。なぜなら僕の心が痛いから。できません。あなたはエドガー警部からは聞いてましたか？聞いてたよね、多分。ええ、少しだけ。うん、あなたはどうして警察官にならなかったのですか？やはりエドガー警部との軋轢が原因ですか？まあ正直そうだよね。人を助けたいって思うんであれば、まあ警察とか、まあ消防隊員とかになるのが、まあ妥当だわな。探偵ではないわだよ。まず第一に探偵は来ないだろう。それは、うん、捜査に関することですか？確かに。いえ、特に関係はありません。うん、ただ気になったので。うん、踏み込むようで申し訳ないのですが。まあでもこれは別に捜査って言っても関係なくない？別に捜査でもよくない？別に捜査の一環って言われても、まあ別に納得しませんか？エドガー警部とのことはあまり関係ありませんよ。うん、僕は実際、あ、そうなんだ、警察学校にも通ってましたし、うんうん、警察官になろうとはしてました。ではどうして？まあそれは僕が事故に遭ったという話は聞いてます。あー、そっから、そっからか。はい、2年前、うん、ジャック・ザ・リッパーの公開処刑に立ち会った際、うん、あなたがその大怪我を負ったと伺っています。まあまあ大怪我っすよ、本当に。ジャック・ザ・リッパーのね。いや、お前でしょ。いや、お前じゃなかったら殺人探偵ジャック・ザ・リッパーってどっから来るの男子だからね。仮にお前じゃなかったら殺人探偵ジャック・ザ・リッパーっていうタイトルはつけないからね、多分。その時、うん、大きな手術を受けたんです。うん、あ、スルーできるようになったね。しばらくは安静と言われて、うん、ベッドの上で動けるようになるまで時間がかかりました。まあそうっすよ。勉強は進めていたのですが、うん、結局身体能力的に不適格だと認定されて警察官にはなれませんでした。あ、そういう過去があったんだ。本当か知らないけど。そういう過去があったんですね。それは、うん、お気の毒です。いいんです。うん、探偵になったのは別に逃げってわけじゃない。うん、僕は僕なりに人の役に立つことがしたかったんです。まあでも身体検査通らなくて人の助けになりたいっていうんであれば、まあ確かに探偵という選択肢はありだよな。さっき話した母の件も、うん、動機としてはあります。うん、単純に僕は悪事を働く者を許しておけないんです。正義感の塊だな、お前。あなたは悪党の悪事を暴くため探偵をしているということですか？うん、そういう気概でいるのは確かです。うん、ただ事件を華麗に推理して解決だなんて、うん、
できるのは娯楽小説の中の探偵だ。おい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 、見た目は子供、頭脳は大人のあいつが黙っちゃいないぞ。娯楽小説って言われてるぞ。おい、江戸川かな。おい、まずいぞ、毛利、大丈夫か。僕の仕事のほとんどは人探し、物探しです。まあそれが探偵だよな。だけどあの遺体を見て、思いは強くなりました。強盗殺人なんて許せない。まあまあ基本的に許せないと思う人はいっぱいいると思うけど、まあそれを調査できるかって言われたらね、難しいよな。あなたの人となりはよくわかりました。あ、これであれだな、多分監視終わったわ。崇高な精神と強い意志、やはりあなたはエドガー警部のご子息です。あなたくらいの志を持っている人物は警察官にもそうはいないでしょう。単純だなこいつ。あなたは間違いなくいい人です。ダメだ、堅物の無能だこれ、ダメだ。一応褒め言葉として受け取っておきます。それでは僕が無実だってことも納得してもらえたんですね。まあまあそうなりますよね。それとこれとは話が別です。はあ？あなたの志とあなたが犯人であるかどうかは本質的には無関係ですから。まあまあまあ確かにね、これ嘘かもしんないからね。そんなん言ったらもう人が言うこと全部嘘かもしんないってなっちゃうけどね。でしょうね。まあまあ、お前のことは認めてやってもいいが、疑わしいことには変わりがないってか。おいおい、何も変わってないじゃねえか。だいぶ変わったと思うけどな。正直こいつは殺人しないだろって思われるようになったんだから、こいつ殺人するかもしれないから、こいつは殺人しないかもなってなってんだから、まあだいぶ変わってるでしょ。そんなことはないよ。小さくても一歩さ、一歩さ。いい心構えだ。だが汚い街中で語るにはちっとばかし綺麗すぎる話だな。まあ綺麗だな。話を黙って聞いていた男は肩をすくめる。ただ男の言葉にからかうような響きはなかった。やめて、話してください。どうした、子供っぽいけどな。今のはどこから。ここじゃないんだ。声は近くからです。行きましょう。だいぶ近かったぞお前。ちょっと先だよ。また路地裏じゃん。アーサーたちは悲鳴の聞こえた路地裏へと駆けつける。そこでは一人の少女が二人の男に取り囲まれ、詰め寄られているところだった。二人の男に詰め寄られた。話して。いや。女の子。何をやっているんだ。あなたたち、すぐにその人を解放なさい。やばいな、リッパー出そうだな。リッパー出たとこ警察官に見られるかもな。駆けつけた二人の一括に男たちがのっそりと振り向く。何って。そりゃ。聞くまでもないだろうがなあ。あれ、モブっぽくないぞあの女の子。お楽しみだよ、見てわかんないのか。んだとお前、女の子に何してんだお前は。二人がかりで情けねえぞお前。それとも兄ちゃん、混ぜてもらいに来たか。混ぜてください、お願いします。二人が声をすると笑うと、酒臭い気が離れた場所にいるアーサーたちのところにまで漂ってくる。その子を放せ。放せ。んだと、生意気だな。んだとこら、おい。やる気か、俺。やるぞ、こら。警察官いんだぞ、こっちには。おい、なんだ、生意気だな、で、そっち殴るんだ。水管ねえのかな。水管たちは少女を突き飛ばし、アーサーたちに食ってかかる。制服姿で一目で警察官だとわかるシャーロットを目にしても、男たちはひるまなかった。相手が何なのかもわからないほどに酔っているのか。まあまあ、そう酔ってんのか。言っても聞きそうにないな。酔ってると厄介だよな。ほろ酔いなら1ペニー、泥酔なら2ペンスってか。さあ、酔っ払いと千鳥足ダンスと行こうぜ。何その言葉、何そのセリフ。おしゃれなのかおしゃれじゃないのか。勢いで任せ殴りかかってきた男の拳をアーサーは身を引いてかわす。酔った勢いでという言い訳は聞きませんよ。かっけえ、この構えかっこいいな。シャーロットは警棒を構え、臨戦態勢を取った。警棒を持つシャーロットは守備員を武器代わりに振り回し始めた男を相手取る。僕はこっちか。お、これいいね。対した男の拳は酔いのせいか突き出される速度が遅い。アーサーは向かってきた防寒の拳や蹴りをかわし、その鼻面に小手入れとか小手を打ち込んだ。てめえ、よくも。んだと、
くそ、出てきた刃物がまずいよ。音は小ぶれない方を取り出し振り回す。刃は小さいと言っても刺されば大事になる。アーサーは警戒して大きく身を引いた。リッパー来るぞ。このおいおい、何遊んでんだ、さっさとやっちまえよ、うん、相手は酔っ払いだ。うん、それにナイフが相手じゃ慎重にならないと。まあそうわかるわ。甘いんだよ、うん、お前さん、相手が酔っ払ってたら刺されて死んでもいいっていうのが。まあ言い方次第だよな。まあそう言われたらな、そう言われたら確かにな。そんなことは言ってない。ったく、しゃあねえな。やばいぞ、警察官に見られるぞ。手伝ってやら、警察官に見られるぞ。お前、急に来た。全然違いますけど見た目。脳裏に楽しげな男の声が響いた瞬間、アーサーは突き刺された暴漢の手を払い、暴漢の顔面に強烈な拳を叩き込んでいた。殴られた男が鼻を押さえてしゃがみ込む。はっ、ナイフに意識を向けすぎだ、うん、腕を押さえちまえば刺さらねえよ。あー、なるほどね。でもこれあれだよね、ちゃんと心の声っていうね。優しいな、お前声に出さないんだ。声に出したら警察官にバレるもんな。強い。アーサーの体は彼の足によらず動き続ける。振り抜かれた左足が暴漢の溝落ちへと突き刺さる。左足が溝落ちはめっちゃきつくないか。あ、暴漢はナイフを取り落とし腹を抱え胃液を吐き出しながら地面に転がった。やばい、すでに暴漢に戦う意思がないのは明白だったが、構わずアーサーの体は突撃をかけようとする。おい待て、もう十分だ、うん、だから甘えって言ってんだろうが、うん、軽々しく人にナイフを向けてくるような野郎だぞ、うん、刃物を舐めてる奴にはきちんと思い知らせてやらねえと。まあそうっすよ、本当にナイフだけもらってボコボコにしようぜ。必要ない、やめろ、うん、バカ野郎お前。そう言ってね、そう言って今までいろんなゲームの主人公がさ、最後に危ない展開になってんのよ。これで戦いは終わりだぜみたいな空気出して、そして戦い終わりだぜだ感出してさ、仲間の元に駆けつけたら後ろから撃たれるとか結構あんだよ。だからここはもう徹底的にやるべきだよ。えいえい、うん、まあ今はあの不景もいるし、うん、この辺りにしておいてやるか。まあ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 、おいもう折れてくれるだけ優しいけどなこいつ。アーサー、ご無事ですか。無事です。シャーロットは早退していた暴漢を制圧すると、アーサーの元に駆け寄ってきた。お前さすがだな警察官。さすが警察官だなお前。もし彼女がいなかったら、うん、この人を殺していたのか。アーサーは自分にしか見えない男を睨みつけた。その男は不満そうに口をゆがめ肩をすくめる。んだよ、助けてやっただけだろ、うん、まあありがとうございます。質問に答えろ。やれやれ、うん、この坊や礼すら言えねえらしいな。僕は言えました、僕は言いましたよお兄さん、ありがとうございます。男が頬を吊り上げる。そしていたずらっぽく光る赤い瞳。やはりこいつは信用ならない、うん、ウォルター先生の言う通りだ、うん、こいつの言うことを聞いてはいけない。割と筋通ってるけどなこいつ。最初のね、あの裏路地で強盗殺人犯と戦う時だけちょっとまあ、殺そうとしてたけど、割と理にか、まあ、割と筋通ってるところです。アーサー、うん、どうしました、うん、どこか怪我でも。シャーロットが心配そうにアーサーの顔を覗き込んできた。彼女の問いかけに反応しなかったので負傷して声を出すこともままならないと思われたようだ。ああ、いえ、うん、僕は平気です、うん、それよりあの子を。本当に暴漢大丈夫？絶対モブじゃないでしょ。絶対モブじゃないでしょ。大丈夫です、うん、落ち着いてください、うん、悪漢は我々が成敗しましたから。はい、あ、ほっとした途端に自らの乱れた服装に気づいたのか、少女は慌てて腹部を隠すようにドレスの裾を引き下ろした。ひどい目に遭いましたね、うん、お怪我はありませんか。はい、うん、あのどうもありがとうございました。いや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 、いえ、警察はこれが仕事ですから。うん、私は刑事のシャーロットと申します。うん、あなたお名前は。名前名前聞かない気がするけどな、刑事も名乗らないと思う。名乗るのかな、俺あんまり暴漢に襲われた経験ないからね。あんまり俺人に襲われているところに警察官が駆けつけた経験はなかったがないからさ、この後の対応知らないけど、
聞かないんじゃないか普通。メリルローズです。絶対メリルついてるし。ではメリル、私はこれから彼らを署に連行して、そうです、取り調べを行う必要があります。ありがとうございます。バイバイ。被害者であるあなたにもこのまま同行してもらいます、よろしいですね。メリルってさ、前々回の回想にいたさ、わけわからない家庭の回想を見せられたんだけど、あれメリルじゃなかったっけ。あ、おいおい、誰のおかげで食っていけてると思ってんだって言ってた、あいつも言ってなかったっけ。メリルってメリルじゃないかな。あ、はい、メリルじゃなかったかもしんないごめん、すごい曖昧だけど。部長、暴行未遂の被害者としての同行の申し出。メリルは少しためらっていたが、断るわけにもいかずシャーロットについていくようだった。シャーロットはメリルと暴漢2人、それからアーサーを見比べて逡巡した。さて、アーサー・ヒューイット、不本意ではありますが、一旦あなたの監視を解きます、ですがくれぐれも不審な行動をしないように。あれかな、こういう感じで監視がチクチクじゃないわ結構なその都度解かれていくのかな。もちろん、結構。では後ほど、ほらあなたたち、行きますよ。二人で連れて行けんのお前。すごくね。シャーロットは水管たちを引きずるようにしてロンドン市警へと向かっていった。メリルもその後に続いていく。おい、お前。応援言えば一人で二人引きずるってめっちゃきつくない？うん。俺のことか。なんすか？そうだ、お前。お前は一体、何者なんだ？自己紹介してくださいよ。いきなりお前呼ばわりと来たもんだ。だが、お前さんから話しかけてくるなんてな、小さくても一歩ってやつか。確かに話しかけてはなかったな。あぐらかすな。たくお前さん、他人に対する礼儀ってもんがなってねえな。もう少し人に敬意を払えよ。まあそうっすよ。きっとね。だからなんだよその態度は。喧嘩すんな、同じ体だぞ。幻覚相手に礼儀も何も必要ないだろう。まあ、怖い怖い、だが幻覚とはひどいことを言いやがる。残念ながら俺はお前の幻覚なんかじゃねえ。前は言いそびれたが、何者か言うのかい。教えてやる。俺はピンポーンじゃないの。俺はジャック・ザ・リッパー。言った割と力強く言ったなお前。俺はジャック・ザ・リッパージャック・ザ・リッパーだと。まあ、多分ね、このゲームやってる人の 99% は気づいてたわ驚きも何もないよな。ジャック・ザ・リッパーと思われる心臓を移植した上で幻覚が見えるんじゃないかと先生に教えてもらった上で、こいつがジャック・ザ・リッパーと思わない奴はいないのかな。ましてやこのゲームのタイトル、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー。まあ気づくわな俺の名乗りはあまりに突然だった。まあ、あと 1% はアーサーかもしれない。リアルアーサーくんかもしれないわ。ジャック・ザ・リッパー、彼は、それはかつてロンドン中に名を轟かせた連続殺人鬼の名前だった。アーサーはジャック・ザ・リッパーの顔を知らない。そのため目の前にいる男が本人なのかどうか判別することはできなかった。ああ、でもその可能性もあるんじゃない、ワンチャン本人じゃないっていう。単なる幻覚あるいは妄想だと決めつけることもできた。だが断じるためには既に彼は様々なことを体感しすぎていた。まあ圧倒的な身体能力があるもんな。さっきの動きは僕の意思じゃない。足さばき、格闘、どれもだ。もしもこいつが本当に幻覚じゃないとすれば。あ、そっか、幻覚ではないか。一瞬男の性に納得しかけたアーサーだったが、ウォルターの言葉を思い出して我に返った。いや、こいつの言うことは何一つ聞くなと先生にも言われていたじゃないか。いやでもジャック・ザ・リッパーじゃない説もあるけどな。ワンチャンあるよいいだろう、幻覚め、証拠を見せてみろ。証拠出たらまずいなそれジャック・ザ・リッパーだな。証拠だ。そうだ、お前が自分を切り裂きまだと言うのなら証拠を見せてみろ。
お前がジャック・ザ・リッパーだという明確な証拠を。でもこれ体になんかついてないと難しくない？それがジャック・ザ・リッパーの記憶をたどってどっか行くか。へえ、意外と冷静に詰めてくるじゃねえか。いたずらっぽく片目をつむると、自称ジャック・ザ・リッパーはにやりと笑みを浮かべた。証拠があるって言ったら、お前どうする？何をバカな、そんなことありえない。全然ありえるよ可能性 50% 以上あるよ。ところがあるんだな、これが、いいだろう、特別に案内してやるぜ。あ、まあそっか、そうだね、やっぱ案内すればあるよね、拠点みたいなとこも。案内？どこへ行くんだ？いいところだぜ、きっとお前も驚くに違いねえ。おれおれ、行くぞ。ジャック・ザ・リッパーコレクションがあるんですか、そこに。ジャックを名乗る男はアーサーの体を動かし、市街地へと足を向ける。勝手に体を動かすんじゃない。道わかんねえだろ。細かいこと言うなよ。ほれ、右、左。遊んでいるのか、号令をかけつつ先導する男。つんのめるように引きずられながら、アーサーは導かれるままに歩き出した。道具の。うわっ、錆びれてんねえ。あ、貧民間違ってる。ほらよ。ここだ。ここは。だいぶ錆びれてんね。アーサーが連れてこられたのは、ロンドン市街地でも奥まった場所にある廃屋だった。彼にとっては見知らぬ土地勘のない場所だ。廃屋の中に入ってみな。そこに俺様のとっておきが隠してある。もう絶対本物じゃん。絶対ジャック・ザ・リッパーじゃん。とっておき？なんだ？死骸？ははジャック・ザ・リッパーのお気に入りだ。きっと気に入ると思うぜ。どうする、ここでクマちゃんのぬいぐるみだったら。どうしよう、クマちゃんのぬいぐるみコレクションのコレクションだったらどうしよう。自称ジャック・ザ・リッパーの凶傷でいいのかな、凶傷に顔をしかめながら、アーサーは暗い廃屋の中へと足を踏み入れた。大丈夫？死体あんじゃないの？お、切り裂きジャックの隠れ家。よし、壁に本棚があるだろう。そこの一冊を抜いて奥に手を入れてみろ。木でできた出っ張りがあるはずだ。まさか隠し扉っすか。でも本当にジャック・ザ・リッパーじゃん、お前じゃ。ちょっと前にもしかしたら違うかもなって俺が言ったけど、ジャック・ザ・リッパーじゃん。言われるがままに本棚の奥に手を伸ばし、木でできた突起を確認した朝は黙ってうなずいた。次はその出っ張りを上に向かってスライドさせろ、スライドさせるんだですね。そうだ。お、隠し棚か。あ、これはそんな開けた瞬間にあんの、なんか。隠し棚の中を覗き込んだ朝は思わず息を飲んだ。うわ、廃屋を照らすわずかな明かりに刀身がギラついた輝きを返す。隠し棚の中には大小さまざまな刀剣やナイフが所狭しと並べられていた。これで納得したか？何をだ。俺がお前の幻覚なんかじゃなく、ジャック・ザ・リッパーその人だってことだよ。まあ別にナイフ見せられてもジャック・ザ・リッパーかとは言えないけどね、別に。ジャックなる男は楽しそうに笑い、懐かしそうに刃物の一つ一つを眺めていく。もし俺がお前の幻覚なら、お前が知らないことは話せないはずだ。まあそっか、そうだな。だが俺は、お前が来たこともない廃屋に隠し棚のありかを示すことができた。これは俺という人間が実在する確かな証拠だぜ。確かに、お前は僕の知らない情報を知っていた。まあでもね、ほんと多分これアーサーがこの後言うと思うけど、まあこれだけでジャック・ザ・リッパーと言い切れるかと言われたらまた違うよね。ジャック・ザ・リッパーではない切り裂き、あのね殺人犯かは知らないけどね、違う、なんかね、刃物を扱う人かもしんないからね。だがそれは、お前がジャック・ザ・リッパーだという証拠にはならない。ナイフとジャック・ザ・リッパーの関係は証明できないだろう。ごもっともです。いいぞ探偵、思ったより動じねえな。俺様としてはこの愛用品が証拠なんだが、確かにな。確かにね。よし、ご褒美だ探偵。この中からどれでもいい大ぶりなやつを選べ。
まさかジャック・ザ・リッパーとしての腕を見せるのか。どういうことだ。お前は探偵なんて仕事をしてるくせにろくな武器を身につけてね、うん、平和ボケにも程があるぜ。まあ確かに武器は持ってた方がいいかもしんない。悪かったな。別に悪いことじゃねえ、うん、ロンドンの治安はまずまず良好ってことだ。おそらくお前の周りはな、うん、そこらの輩をぶちのめすだけなら素手で構わねえが、相手が武器を抜いたらこっちにも対抗策は必要だ。ならせめて威嚇に使えるナイフは必要だろ。必要です。確かに一理あるが。アーサーは伺うようにジャックを名乗る男の顔を見た。ここにあるナイフはどれも殺傷力の高いものばかりだ。うん、威嚇のため本当に大丈夫なのか。こいつは自ら切り裂き魔だと、うん、ジャック・ザ・リッパーだと名乗っているやつだ。言われるままにナイフを取るのは。まあでも持っててもいいんじゃないですか。まあそれ使う使わない別に本人の判断なんで、まあ別に持っててもいいんじゃないですか。全然ご信用だよ、うん、お前さんも危ねえ目にあっただろうが。まあそうっすね。それはまあその時こういう獲物がありゃ状況が違っただろう。うん、身を守るためだな。な、取りましょう。来ると思ったわ。まあただね、ちょっと時間がちょうどいいから、まあここで切ろうかなと。で、次回ね、これ選ぼうかなと。ちなみにね、どれを選ぶかというと、まあやはり下かなと。てかあれだな、これ、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーに沿わなかったらゲームオーバーになる可能性あるからさ。ただね、多分そろそろ多分、来ると思うんだよね。その、いわゆる分岐に。来ると思うんだよ。だから、まあそろそろ、ただ俺は持つよ。うん。まあ、とりあえず、まあ今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。